美肌のために朝するべきスキンケアルーティンについて話していきたいと思います。朝はね、変なこと考える暇がないので落ち込まないんですよ。早起きするやる気スイッチが入ると午後も元気にね行動できるので朝方になってます。綺麗な細胞を呼び覚ます初夏のビビッドな日常スタート。今日は一緒に大人の綺麗全方位美人目指して頑張りましょう。ぜひチャンネル登録して最後まで見て一緒に綺麗になっちゃいましょうね。本日は美肌のために朝するべきスキンケアルーティンについて話していきたいと思います。夜寝ている時は汗をかいたり皮脂が浮き出たりしてしまうので、それに対する朝のスキンケアというのがとっても重要になってくるんです。そのため今回話す内容をぜひ参考にしてみてください。参考になったよという方はコメント欄でね教えていただけると嬉しいです。朝美容のためにやるべきまず一つ目のことは洗顔です。朝洗顔については、やるべきかやらないべきかっていう議論をよくね聞くと思うんですけども、例えば枕カバーとかシーツとか毎日洗ってるよっていう方はそんなに気にしなくてもいいかもしれないんだけども、そうじゃなくて3日に1回とか1週間に1回しかね洗わないっていう方は、やっぱり雑菌が寝てる間にね付着しやすいので洗顔をしてあげるのがいいかなと思っております。私はね、夜寝る時にたっぷりナイトクリームをつけて寝る派なので、クリームがね朝までこうね残ってることが多いんですよ。なので朝洗顔することが多いです。乾燥してたらね洗わないんですけど、もうべったりついてる時は洗う。朝洗顔では肌をねこすらずに優しく洗うのが大切です。特にね日中のテカリが気になる方とかニキビができやすい方は、洗顔料を使ってぬるま湯だけではね落としきれない古い角質とか皮脂の汚れっていうのを洗い流しちゃってください。朝洗顔をした後は保湿をねしっかりしてあげることが大事です。化粧水、美容液、乳液の順番で使って肌をしっかりケアしてあげることが大事です。洗顔で汚れを落としたらね、まず化粧水でね肌のね水分を与えてあげます。最近はね、私こちらの方の、ナイアスの、リンクルローション、ナイアシンアミドがねしっかり入ってるタイプ気に入って使ってます。全方位の美人のビューティーフェスティバルっていうイベントやってたんですよ。その時に知って、そこからちょっと気に入って使っております。洗顔後はね、肌が乾燥しやすい状態にあるため、できるだけ早く水分を与えてあげるっていうのがすごく大事です。今私ね、お風呂上がってきたばかりなので、化粧水をたっぷり保湿した後は美容液でね肌を保湿していきます。で、美容液はね油分が多い乳液より先に使わないと浸透しにくいので、化粧水の次に使うと良いと言われてます。ここで注意していただきたいのが、美容液の中ではね朝専用とされているものとか夜専用とされているものがあるので、しっかり分かった状態で使っていただきたい。で、私もこの間ね朝用夜用って言ってニーニエッセンスっていうのを沖縄めぐみさんとね対談した時に作ったんだよっておすすめされてから使ってるんですね。30日分あって、すごくねみずみずしくてすごい使いやすくて、白の方がね朝専用ということで使ってます。よいしょ。肌がすごくアトピーで弱いんですって言って、だからそこ作ったんですよって言ってたので、すごく暑くなったり寒くなったりするじゃない、揺らぎ肌っぽいなと思ってから使ったら調子いいので、使っております。朝のスキンケアで夜用の美容液を使ってしまうと肌にトラブルにつながる恐れがあるので気をつけてください。やっぱりね朝用だとメイクする時にも楽なのでね、化粧水乳液を塗った後はその後潤いを逃がさないために乳液でねこう蓋していくですけども、この後メイクするためにベタつきたくないっていう方はベタつきにくいタイプの乳液もねあるので、それを選んでください。で、私はこちらね何回も出てくるんですけども、カネオクリームインデイ日中クリームと下地と SPF も20あって PA が3つということで、朝ねすぐメイクをしない時ってあるじゃないですか。なのでこれをつけておいて雨戸の近くにいても洗濯物干してもね大丈夫なようにって言って、結構朝洗ってねつけるときに便利なのでつけてます。あと潤いがすごくあるので何回もねリピートしてることが多いです。
お出かけする時だったらこのままメイクに入っていくけども、結構午前中にねメールチェックだったりとか発信するための文章を書いてたりって言って、結構執筆活動も最近するようになって、そういう時はねこれをちょっとつけておいて、はい、部屋の中の紫外線はこちらの方でケアしておきます。一通り終わって、まあ、お出かけしますよと、事務所に行きますとかお仕事外に行きますっていう時はそこから日焼け止めでメイクっていうのに入っていきます。朝の時間にねしっかり UV ケアすることで日中のね紫外線のダメージにも防止してくると。で日焼け止めをね薄く塗ると効果が十分に発揮できないので、パール玉2つ分ぐらいの、あの量を目安にってなってるでしょ。なので同じやつずっとね使ってるとベタベタして嫌だっていうことになるので、乳液も少し、ね、日焼け止め効果のあるものを使っちゃってます。焼けやすいところにしっかりねつけて、日焼け止めって塗ってから効果が発揮されるのが15分から30分ぐらいと言われてるんですよ。なので少なくとも外出する30分前ぐらいに日焼け止めをね塗り終えてくることがすごく効果的と言われてます。出てくるところ全部つけておきます。ここからメイクするんだったらね下地とかまたつけていったりして、ちょっとずつちょっとずつ重ねて日焼けしにくい状態を作っていきます。去年からねお値段もお高めなのに高機能日焼け止めっていうのがすっごい人気だったんですよ。なので私もねこういうスックだったりとかグレードボーステさんの結構なお値段ねするだけど、使ってたらほんとね出番が多かったです。もう使い切って、これ2本目なんですけども、夏のね冷房時期に乾燥してた時も良かったし、今すごく乾燥してるこの時期でもねすごく良かった。なんでかっていうと、日焼け止め使うとね結構乾燥したりメイクを取るとねちょっと荒れたりすることが多かった。夏場も冬場でねこの肌が敏感になってる時も保湿してくれた上に肌をね結構綺麗に見せてくれません？そうだからかなり、頼りになるアイテムだった。なんかこのね2つはリピート商品です。でもまたね今年続々とね高機能の日焼け止めが出るって発表されているので、またいいの見つけたらしょうこびチャンネルで、紹介していきたいと思います。最後に私がね朝続けている習慣をお伝えすると、日焼け止めもスポーツの汗かいた時用っていうのと、またねあんまりメイクをしたくないって言ってメイクしない日って言ったら、こういうねママベイビーのノンケミカル UV ミルクとか使い分けています。最後に私が朝続けている習慣についてお伝えしていくと、もうね3年ほど続いてるのが月水土曜ね、朝の6時から美容をね仕事にしていきたい人のためのビジネス朝活っていうのを週に3回やってるんですよ。もうねかれこれ3年以上、初めはどうするかなと思ってたんだけど続いてます。月曜日の朝7時からインスタグラムでね元気が出る朝ライブっていうのをやってたりとか、あとまあ朝はだいたいね4時半から5時ぐらいに、まあ、起床して、まあ、絶対やっておくべき仕事とか家族が起きるまでに集中してね終わらせたいなって思うことをしています。なぜ苦手だった朝に集中させてるかっていうと、朝はね変なこと考える暇がないので落ち込まないんですよ。だから家族も寝ている時間だから邪魔されないから集中しやすかったりとか、あと早起きするやる気スイッチが入ると午後も元気にね行動できるので朝型になってます。40代の時にねがんを経験して健康が一番と思ってから、まあ40代になって変えた大きな習慣です。ぜひ騙されたと思って10分でいいので朝早起きしてね夜やっていること、またやりたかったことを朝やってみてください。早起きは三文の徳っていうのが実感できますよ。やってみたらコメント欄で教えてね。では次の動画でお待ちしてます。